あの大津波さえ起こらなければ大津波さえなければあのこのような事故は起こらなかったんだというようなことはあの決して言えないんだということをですね、あの福島第一原発の建設当初以来のいろいろな事実関係を含めて、で特に 3.11 直前のあの原発の地震津波に対するあの体力ですね、耐える力、あるいはそれを私はよく基礎体力、基本的なあの体の力、基礎体力と言ってますけども、そういうものが非常に不足していた、脆弱性があったんだというようなことを、まあ、あのかなり事実に基づいて明らかにできたんではないかと思っています。